ました。ジアレイクです。言ってた通り茶色の箱で来ましたね。どうやったっけ、こうかな。ちょっとやっぱリムテッドっぽい。おお、なんかすごい。箱の中からまたさらに箱2つ。こっちも来るな。おお、いいですね。これあのフロントシングル用ですね、レバーが。なるほど。なんか写真よりは少しちょっと黒みがある感じ。これがそう見えてるのかな。なんかこうもっとキラッとしてたイメージだけど、実際にはそんなことなかったですね。はい、いいですね。よき。そして何が入ってるのか。こっちの方の箱には、ほう。これはシフターワイヤー、ブレーキの輪行の時にパッドを挟むのかな。あと、中身はパッド操作ぶん投げたんじゃないですよ、飛んでちゃった、パッド操作。お、なるほど。これはフラットマウント用の、なぜかこっち側はこういう風になってて、こっち側は確かピン、このボルトだけで買うとこのピンがついてたけど、セットになってるやつはここピンがないんですね。はい、あとシフターのアウターキャップ、シフターのアウターキャップ、これはブラケット側、ブリーディング用のピン、これはブレーキの、このピンにこう刺すやつでこう引っかかるようになってるんですよね。ここで、あと、シフターキャップ、シフターの、ケーブルキャップという感じです。
ち側の、こちら側のシフターのついてないフロントシングルのタンクは、こちら側はフロント用の、フォークにつけるブレーキの、キャリパーを留め付けする、ボルト、ブレーキパッドソーサーと、これはニードルで、ブレーキの緩みを、ちゃんと緩んでないように測るものですね。何て言ったか名前忘れました。はい、というガスです。はい。この説明書にもちょっともう小さくなるんで、この辺り割愛しますけど。いつもの感じで書いてます、はい、かっこいいですね。すごくかっこいい、うんうん、でフィン付きなんですね。フロントシングル用って熱いですね、やっぱレバーが、うん、見づらい。すごくいいと思います。これはなんかこうやってセットでワイヤーついてるやつ買ったことないかな、ね、こういう風になってくる。これはおそらくクランクです。おお、いいっすね。しばしご覧ください。うん、やっぱ色が揃ってんのかっこいい。このチェーンリングのところだけこうマットな塗装になってますね。で刃の部分は、ブラストされたシルバーです。これが使い込まれていくうちにちょっとこうチェーンに当たって削り込まれてる感じとかかっこよさそう。いいですね。どこに？やば、こんなところにリミテッドって入ってる。見えますか？リミテッド。ここ一番ぶつかるのにな。リミテッド入ってます。はい、軽いです。このクランクは大阪で作られてるんでしたっけ？堺で作られてるんでしたっけ？で、こっちのシフターは、確か。
中国地方、山口県で作られているんだ。これ、はい、かっこよ、メカメカしい。あ、ディレイラーがちょっと一番感動あるかも。かっこよ。あ、これはいい。ディレイラーの質感いいね。痛い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 、はい、すごいいい。ディレイラー超いい。はい、という感じでございます。これの下に多分ワイヤーがねまた入ってると思うんですけど、アウターワイヤーが入っているはずです。はい、入ってました。ほう、いいですね。イメージつきますか。はい、そして、カセットに関しては、M8000 とかが本来はついてくるんですけれども、今回はちょっとサンプルなので、M9001 がついてます。はい、で、まあ、本来は違いますよ、8000品番ですけれども、で、これもチェーンリングも、チェーンリングでチェーンも、ジュラエスの XTR 用がついてますけども、本来は、はい、XT 品番だったりとか、アルテグラ品番のものがついているはずです。ディスク、ディスクローラー、これもブラックとシルバーが基調になっています。はい、これが、GRX の、新しいタイプのリミテッド、はい、開封動画でございました。はい、ではまた明日、また違う動画でご紹介させていただこうと思います。いつもご覧いただきありがとうございます。